死だな駅は、宮崎県の岡市北川町川内名にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。起点側から見て、宮崎県内に所在する最初の駅である。また、当駅と総太郎駅との間には、大分県と宮崎県の県境とともに、JR 九州の大分支社と鹿児島支社との支社協会も存在し、駅単位では当駅から、 鹿児島支社管轄エリアに入る形となる。かつては475系や717系を使用した延岡方面からの折り返し列車や、キハ220型を使用した延岡再帰間の列車が設定されていた。2018年3月17日ダイヤ改正以降は、787系特急電車4両編成を使用した普通列車が、上り2本、下り一本のみ発着する。 宮崎県では最東端葛西北端の駅であり、青春18切符を使用した旅行では、本数の少なさと運行時間帯により、難所として有名な相太郎小駅間に位置する駅でもある。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。無人駅で、駅舎はなく、二千三年に、 かつて駅舎のあった場所に木造の便所が建てられている。また、簡素ながらも接近放送がある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、駅の裏に国道10号があり駅前は旧道である。国道10号沿いには商店がある。近隣を流れる清流、小川は、ホタル鑑賞でも有名。ありがとうございます。